皆さんこんばんは、カランダです。本日からトランスポートフィーバー2の新しい動画シリーズを始めていきます。こちらの動画では新しい動画シリーズで開発をするマップの紹介と、新しい動画シリーズでは一部特殊なルールを入れた縛りプレイをやっていきたいと思いますので、そちらのルールの説明をしていきます。新しいシリーズ題して、特殊ルールで遊ぶ空想地域開発。特殊なルールを一部入れてますが、基本的なゲームルールにも乗っ取って遊んでいきます。こちら1872年スタート、難易度 Easy でのスタートとなります。なお動画内の地名、人名、歴史などは全て架空のものでありますので、その点ご了承ください。それでは今回舞台となるマップの紹介からしていきたいと思います。こちらはゲーム内のマップエディターで制作したマップで、完全に空想上の地域となってます。地域の中心はこちら蒲焼町という町を置きました。一応歴史としては江戸時代に城下町として栄え、1870年に政府機関が置かれた地域の中心ということにしております。地域はいくつかの河川により分断されており、東西南北の端っこはいずれも急峻な地形に囲まれた盆地のようなエリアになっております。北東の方にはやや平坦な地域が広がっています。またマップ内にはいくつかのお城をランドマークとしてあらかじめ建設しています。特にモデルとした地域とかはないので、どこどこと似てるとかっていうことは、一切ありません。町や産業も全て手動で配置をしております。マップの北東にはかなり険しい山岳地帯を設けており、ここをですね、どうやって開発していくかというのがこのマップの開発の一つの見どころになるんじゃないかなと思ってます。マップ内のほとんどの都市はあらかじめ街路で結ばれております。古代の街道を改良して馬車が通れる道にしたという設定にしています。これは全部手動で建設したものであり、曲がりくねった道を表現しております。年代が古いうちはここに馬車を走らせても良いと思いますが、その後自動車交通に時代になると渋滞することが必至なので、道路改良が必要になってくるかなと思ってます。それからこのマップ内にはゲーム内の定義する都市の他に、発展しないこういうですね、小さな集落を手動でアセット類を配置して表現してます。これらは街道の宿場町という設定で、この後説明する特殊ルールの中でですね、大事な役割を果たしてきます。以上ですね、このマップの特徴的な点をご説明いたしました。さてここからはその開発をしていく上での特殊ルールについて説明をいたします。先ほどマップを見てお気づきかもしれませんが、マップ内には産業施設があまり配置されておらず、基本的には一次産業というか産出系の産業しか置いておりません。加工施設が置いてあるのは蒲焼町の付近で、蒲焼町の近くに食品加工工場、それから蒲焼町の北東にある一里塚という町に建材加工工場が設置されているのみとなっています。時代設定1872年ですから、人々はまず食品と建材を欲しがってるだろうということで、多くの都市のニーズはこの建材と食品で満たせるんですけれども、一部の都市は燃料を欲していたり機械を欲していたりもします。そうした都市の需要は当然この開始時点の2つの産業施設だけでは満たせません。そこでですね、今回ゲームのルールとして、こちらの都市人口が増えたら手動で産業の加工施設を建設することができるということにしております。具体的な産業施設建設のルールはこちらです。都市の規模が300になると加工施設を1つ置くことができる。それから600になると一次産業ですね、先ほどの産出系の産業を追加することができる。900だとどちらか好きな方が選べるというようなことを規定しております。現時点におけるデフォルトのゲームルールだと、こういった産業施設の増加というのはゲーム内で行われないので、これはサンドボックスモードをオンにして行うということにします。ですから都市が発展すると産業も発展していくというイメージですね。これがまず1つ目の特殊ルールになってます。それから鉄道運行に関する特殊ルールをいくつか入れております。どちらかというとこれらはですね、ゲームに縛りを設けるというよりはリアルな運行をしたいという思いで設定したものとなってます。画面に表示しているのが特殊ルールです。まず全ての車両に留置線を割り当てて、運行の最後に必ずこの留置線に入って一定時間待機するということをルールとしてます。理由はこの画面に表示しているところの括弧内で書いてることですね。燃料補給とか整備とか、まあ当然車両をするであろうことを行っているという設定でこういうことにしてます。待機時間はこちらで設定をいたします。また折り返し駅についてはですね、必ずこの機関車を付け替えるための着回し線を設けなければならないことにしました。
ただしマルチプルユニットなど機関車牽引の編成でない場合や機関車牽引の編成であってもペンデル2駆制御客車を連結している場合についてはこの着回し線は不要ということにします。当然折り返し駅についても一定の時間待機をして折り返す設定を入れることにしました。こうすることで相対的に蒸気機関車は不利で電気機関車やディーゼル列車の方が有利になるような設定となってます。またテンダー機関車と片運転台の車両は折り返し駅にターンテーブルがなければ運用できないことにします。ターンテーブルというのはこちらの転車台のことでこれもモッドで追加しているものとなってます。ただこちらのモッドが1900年にならないとゲームに登場しない設定になってますのでこのターンテーブルを設置するときだけはサンドボックスモードで一瞬年代を1900年に進めてターンテーブルを置いて良いということにいたします。テンダーを持たないタンク機関車はターンテーブル不要としますから、まあ、ターンテーブル土地が結構必要でもありますので土地の狭い産業施設に近接する駅などでタンク機関車が活躍するような設定となってます。その他細々とした決まり事は画面に表示している通りです。例えば機関車の交換は一旦車庫に改装してからしか行えないとか車両を売却してはいけないとかちょっといろいろとですねルールを、追加してます。ただここら辺は今後遊んでいく中で変更する可能性もあります。各回最新のルールは各動画の概要欄に記載したいと思いますのでこちらの動画で説明しているのはあくまで現時点の叩き台だと思っていただければと思います。なおこちらの動画内で使用している、まあ、今蒸気機関車などが走っているマップは1回テストプレイとして遊んだ時のものであります。次回第1回からはまっさらな状態からの開発になりますのでその点ご安心ください。なおトランスポートフィーバー2は、近々大型アップデートが行われゲームのルール、基本ルールの方ですねそちらが大きく変更されることが予想されておりますので、こちらの動画シリーズも前そういったアップデートの状況等でルールをちょいちょい変えていこうかなと思ってます。ということで、まあ、ちょっと面白そうな新シリーズになったんじゃないかなと思いますのでこちらの特殊ルールと新マップで遊んでいくということでですね、次回から動画をアップしていきたいと思います。本日の動画はここまでとなります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画の他に鉄道の動画や鉄道模型の動画をアップしてます。トランスポートフィーバー2の動画は再生リストから他のシリーズも見ていただくことができますので、ぜひ他の動画も楽しんでいってください。それではまた次回第1回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。